出身の元大相撲力士。本名は窪田まさよし。1902年3月30日に奈良県山辺郡で興行師を営む家に生まれる。成長するにつれ力士を志し、1918年5月に追手風部屋へ入門、故郷の川にちなんだ、吉の川という四股名で初土俵を踏んだ。追手風部屋での在籍期間は長くなく、直後に同じ東京相撲の湊川部屋へ転籍した。三段目に所属していた頃の1923年1月場所千秋楽の夜、湊川部屋に所属していた綾龍と口論の末に喧嘩となり、近くに置いてあった刀を投げつけて負傷させる事件を発生させた。この騒動が日本相撲協会へ知れ渡れば即刻破門、除名されるが、それを心配した部屋の女将が密かに手紙を持たせ、脱走という名目で朝日山部屋へ転籍させた。柔軟かつ足が長く、突っ張りから右四つで寄るか吊る豪放な取り口で大阪相撲では次代の横綱と期待され、前頭筆頭まで出世した。しかし、1926年に東京相撲との東西合併が決定し、それによる番付統合のための合併場所が開催されたが、この合併場所の取り組みにおいて大阪相撲は東京相撲より力量が劣ることが判明した。それでもまなづるは大阪相撲の力士として唯一、東京相撲の力士と互角に勝負することができたため、すでに吉田司家から横綱免許を授与されて、正式な横綱であることから格下げできずに、張出横綱としてそのまま編入させた、宮城山福松を除いては、大阪相撲の力士として最高位となる、前頭筆頭に、真鶴の名前が記された。1927年5月場所では、西の海家次郎から金星を奪い、1928年1月場所で小結びへ昇進。その後しばらくは、前頭筆頭と小結びの往復が続くが、右足の関節炎で番付が降下していく。1929年1月場所で、玉西喜左右衛門と対戦した際に、立ち合いをめぐって、行司と口論となったことで棄権しかけたばかりか、近くにいた関係者に説得されて土俵に戻ったものの、立ち合いで、玉錦を原骨で殴る暴挙に出た。しかし、この一件が、協会の元へ届いたことで、真鶴は1931年に除名処分となった。番付は、同年10月場所まで記載されたものの、この時はすでに除名処分が下された後だった。さらに、1931年夏には、露天商と喧嘩し、警察署へ留置されたことで番付からも削除された、腹いせとして、1932年1月には酒に、酔って、神楽坂警察署へ火鉢を持って乱入して、大暴れした。大相撲の世界から追い出された後は、地方相撲へ加入したが、1937年12月4日に、死去。35歳没。大阪相撲の力士は、人柄や酒癖の悪い人物が多かった。その中でも真鶴はひどく、飲酒すれば手がつけられない状態になるほどの暴れようだった。当時は、力士が喧嘩沙汰に及んだという噂が巷に流れると、玉錦か真鶴かと真っ先に名前が上がるほどだったという。ABCDEFGH ベースボールマガジン社、大相撲名門列伝シリーズ、立浪部屋 P31 玉錦三右衛門、宝川誠治、長子灘伝右衛門、新海幸三、そして自身を表す総称であり、いずれも気性が荒く喧嘩っ早い力士であった。ありがとうございます。